皆さんどうもお久しぶり、狩野和真です。さあ本日はザ・レジェンド&バタフライについてのお話をしていきたいと思います。まずね、今回のレジェンド&バタフライ、率直に見た感想を言うと、よくわからなかった。まあこれはストーリーがよくわからないとかね、そういうことではないんですよ。それストーリーぐらいね、僕だってわかりますよ。その信長が本能寺死ぬことぐらい知ってんだからただこれを作った人たちが一体何を見せたいのか、どういう方向に行きたいのかっていうのが、それがね、わかんなくて、で見終わった後にその制作者たちのインタビューをいろいろ調べたんですけど、脚本家とか監督のインタビューを見ると、多分その作りたかった方向性がそれぞれ違ったんじゃないかな。まあ、その方向性の違いから、まあ、いろんないびつなものが生まれて、それで結果アンバランスな作品になってしまったんではないのかと。まず今回のその映画の企画っていうのは、そもそも東映で織田信長を木村拓哉主演でやるという企画がそもそも別にあったみたいですよ。でそれとは別に、その脚本家の小沢亮太さんは政略結婚を使ったロマンティックなラブストーリーを時代劇でやりたいと、そういうね企画をね自分で考えてたみたいなんですね。でそんな小沢さんのもとに、その織田信長の映画やりませんかと、そういうオファーがあって、そこでストーリーがね、あんまその織田信長の話のその軸というかストーリーが決まってなかったんで、あ、じゃあ僕がねもともと考えていた政略結婚を織田信長と濃姫でやるのはどうですかと、それで今回の企画がスタートしたという流れみたいで、まあこれを聞くとね、いやそもそも濃姫と信長でロマンティックな話は無理があったんじゃないかなとね、普通は思うんですけど、うん、だって信長なんだからそんなね、裏にはね戦争ありますし、もう血塗られた人生を歩む男ですから、もう極端なこと言えばヒトラーでロマンティックな話ができるかって話ですから、いやまずそもそもがね無理だったと思うんですよ。で主演のね木村拓哉さんも、ただのスイートなラブコメじゃなくて、しっかりとした信長映画にしてもらえるんだったらその方向でもいいですけどみたいな、そういうねニュアンスの意見をね言ったみたいな、まあ、そういう部分もあるせいなのか分かんないけど、まあすごいいびつな作品に仕上がってしまったのじゃないかと。で特に一番違和感を感じるのが中盤、濃姫と信長が街中でチンピラに絡まれて、でそいつらを皆殺しにして、で体中血まみれになって、それで興奮してセックスするっていう非常に奇妙なその名ラブシーンありまして、でこれをね見た時は、僕は最初、あそうか、濃姫にもそういう魔王の素質があったんだ、最初はねなんかこう真っ当な感じで出てきたけど、実は彼女にもそういうイカれた素質があって、そんなイカれた二人だからこそ惹かれ合い、それで愛し合ってしまったんだなと、そういう意味でこういうシーンにしたのかと、そう思ったんですけど、小沢さんのねインタビューを見ると、あそこはそのローマの休日みたいな、そのチンピラに絡まれてそれをちょっとやり返して、それでキスするみたいな、なんかそういう軽い感じでね脚本にしたら、でそれが出来上がってるのを見たら、めちゃくちゃバイオレンスに仕上がってたっていう風に書いてましてこれはまあその誰が悪いかっつったら、まあちゃんと意思疎通ができてなかったからこういう結果になってしまったのかなと。まあね、その東映ですからね、その今昔はねやっぱその実録ものとかねやってましたから、バイオレンスに定評のある東映だから、だからもうこうなるのも致し方ないという感じもしますけど、まあでもやっぱこういうところでいろいろと、うん、いびつになってるなと。そして脚本家の小沢さんが、この作品をラブストーリーとして作ったって言ってるんですけど、でもそもそもそんなにラブストーリーとしてもあんまりうまくいってないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、やっぱり恋愛ものって、まあ、その大体こう2人の間に壁があって、その壁を乗り越えていくような物語じゃないですか。身分の違いとか年齢、人種、距離、まあ、いろんなねその障害があって、その障害をこう乗り越える、それそして愛が生まれるみたいなね、そういうものだと思うんですけど、まあ、今作はもうその政略結婚っていうことで、まあ、2人の間にある壁は非常に薄いですよね。
うん、お互いの気持ちがね、向けばできちゃうから。うん、だそういう意味でもその恋愛の引きは弱いなと思うし、まあ、後半も戦争によって2人の仲が引き裂かれたとかではなく、ただのすれ違い、うん、だからまあやっぱ前半にしても後半にしてもそんなにこう恋愛の物語としてもそんなによくできてはいないんじゃないかなと思いました。それとあとこの作品はその現代的再解釈という部分を入れてると思うんですけど、それもね、まあ、僕は正直いやこの話の中でそういうことをやるとむしろ前時代的なその考えの方がその浮かび上がってくるんじゃないかなと、そういうふうに思ったんですよね。というのも、まあ、前半でその濃姫が、まあ、その男勝りで、まあ、その信長だろうが何だろうがその物おじせずずけずけと意見を言うようなその自立した女性像みたいな感じで描かれているんですけど、でもそれをこういう中で描いたところで結局表舞台に立つのは男、女は陰から支えるしかない、ね、その構図は変わらないじゃないですか。どんだけ頑張っても結局男を立てるしかないという部分は変わらないから、うん、だからいやむしろその考えは前時代的なんじゃないかなと、うん、そういう風に見えると思うんですよね今作は。なんかそのリドリー・スコットがやってるように、まあ、その権力の輪に入れない女性みたいな、そういう、こう相対的な描き方とかじゃないとこの時代の女性像を描くっていうのは、まあ、非常に難しいんじゃないかなと思うんですけど、まあじゃあいいですよ、100歩譲ってね、100歩譲って自立した女性だとしますよ前半で、それが後半でその濃姫が病気になるんですよね。何の病気かね分かんないけど、でその病気になって彼女がその病気という要素を使って織田信長の気を引く、そのやり方ってその自立した女性像としてどうなんでしょうかね。いやいいですよ、そのメンヘラ同士のね2人がね惹かれ合ってそれで恋愛する、その恋に落ちるとかね、そういう話だったら別にいいけど、いやでもだったらやっぱりその前半でそんな真っ当なね自立したような女性として描かない方が良かったんじゃないかなと思うし、なんかやっぱその前半と後半でのなんかこうキャラクター像のちぐはぐさっていうのはいろいろと気になりましたね。そしてここからはまあ非常にまあどうでもいい僕の考察なんですけど、今回のこの映画は制作者たちの思い、何をやりたかったっていうその気持ちがそのまんまストーリーに反映されてるんじゃないかなと、そういうふうに思うんですよ。どういうことかっていうと、まあ、今回その濃姫が、まあ、その織田信長と恋をして、で後半ではねその魔王になってしまった織田信長を何とかしてこう真人間に戻そうとする、まあ、病気という要素を使ってね、うん、でこれは小沢亮太さんの考えを体現してるんじゃないかなと。小沢さんはその織田信長にラブストーリーをしてほしいというね、そういう気持ちがその濃姫に現れていて、で逆にまあ、その元の企画なのか分かんないけど、まあ、そのプロデューサーなのか分かんないけど、元々の企画で織田信長で何をやりたかったかっていうと、まあ、ゴッドファーザーみたいな、その織田信長 の、まあ、そのダークなサクセスストーリーをそもそもの企画とかプロデューサーはやりたかったんじゃないかなと。でそれを体現してるキャラクターが今回明智光秀なんですよ。今回ねその宮沢日生さんが演じてる明智光秀というキャラクターはとにかく織田信長が好きで、もうその彼には魔王でいてほしいと、そう願うキャラクターなんですよ。だそれはやっぱプロデューサーたちの、そう気持ちなんじゃないかなと。本当は俺たちこういうこと やりたかったんだけどな、みたいな。つまり今作の話は、織田信長という題材の取り合いです。濃姫と明智光秀による、その取り合いっていう部分が、そのまんまこうストーリーに反映されてるんじゃないかなと、そういう風に思ったというね、どうでもいい考察でした。ということでね、非常にそのまあなんだろう、面白い面白くないとかね、そういうことでないんですよね。いや別になんかやっぱすごい金かかってるし安っぽいなと思う瞬間も全然ないし、役者さんの演技も全然いいし、まあ最初のね木村拓哉のザ・キムタクって感じのね演技はちょっと若干きついなって感じはありましたけど、でも全然問題ない。もう全体的にはね、なんか良さげな雰囲気あるのよ。ただやっぱ
どうしたいのかなみたいな。どう見せたいんだろうって感じがね、本当になんか戸惑いましたね。で、僕はね、やっぱり、そのストレートに織田信長のダークなサクセスストーリー、そっちを見たかったね。ゴッドファーザーとかさ、スカーフェイスみたいなさ、そういうね、話の方が、絶対良かったと思うんでね。やっぱ昨年のあの鎌倉殿の13人もそうだけど、やっぱ今これからの時代は結構ダークな時代劇っていうのが割と流行っていくんじゃないかなと思うんですよ。なんかね、ここ数年の時代劇はちょっとコメディというか、なんか現代に通じるような、なんか庶民的ななんか時代劇が結構多い印象あるけど、いや、もうああいうのはね、多分全然流行んないし。全然これからの時代はね、やっぱゴッドファーザーとかね、そういう感じでやった方がね、ウケると思うんだよね。で、見た人に聞きたいんだけど、あ、ちょっとね、ネタバレになります。まあ、ネタバレしてないかってやったらわかんないけど、今まで。まあ、ちょっとネタバレになるかもしれないんで、お気をつけください。まあ、最後の話ですね。一番最後。一番最後に、その信長が、こう、自害しようとします。で、自害しようとしたら、床に穴が開いてることに気づいて、あれ？あ、穴開いてんじゃんみたいな。で、床板を外したら、その抜け道になってて、あれ？って。それで、この抜け道をね、抜けて。で、それ森の中でさ、その周りがね、戦ってるところをね、あ、誰もいない誰もいないみたいな感じで、そそくさと、ね、信長が逃げてって。で、その裏で、濃姫が、まあ、死にそうだったんだけど、その信長から、この竜刀を渡されて、これを弾けるようになっとけよとね、そう言われた濃姫が本当急に、本当マジで急にその竜刀をすごい饒舌に弾き始めて、ポロロンつってでそんなね、すっごい綺麗に弾いてるところにその信長帰ってきて、よっしゃ何枚行くぜつってそれで二人でね、その船に乗って、もうなんかポルトガルかなんかにね、行こうとして、で、どんどんその格好が、その西洋っぽい格好になってって。それで最後、そのタイタニックみたいに、船の上で、よっしゃ、ポルトガルや、みたいな感じで。で、実はそれが夢でしたっていう、夢落ちでしたっていう流れあったじゃないですか。あれ、絶対ギャグですよね。もう絶対ふざけてると思うんですけど、あれを見て、なんかその信長と濃姫にもこんな未来があったのかなとか、そんな素直に感動できる人いるんですか？いや、絶対ふざけてると思うんですよね。森の中でやっぱ信長がね、そそくさとね、こう走ってくるところのほんと間抜けな感じとかで、その裏でその竜とのね、調べがね、こう流れる感じとかも、いや絶対ふざけてんだろうなとね、僕は思ったんですけど、そうだから、あれもなんかそういうダークなサクセスストーリー的な流れだったら俺全然いいと思うんですよ。もう あのなんかああやってそれで一人寂しく死んでくっていうの、さっきから言ってるように、やっぱゴッドファーザー的な感じで、ああいう感じだったら、いや、めちゃめちゃ良かったなと思うし、木村拓哉さんもね、いろんな映画で映画賞とかもらえたんじゃないかなって。いや、まあまだわかんないですけどね。まあでも時代劇って時点でね、映画賞強いですからね。まあいろいろ飲み水されるんじゃないでしょうか。まあそんな感じでね、非常に、なんだろうな、見どころがないとは言わないけど、とにかく戸惑いました。そんな映画でした。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。